はい、どうも、白熊先生です。今日話したいニュースは何かというとですね、今ですね、皆さん YouTuber の、まあ、セックス動画版のですね、ポルノハバーっていう人たちがですね、めちゃくちゃですね、増えてきてるんですね。はい。この人たちはですね、専用のアダルトサイトにですね、自分たちの性行為動画をですね、投稿してる人たちなんですけども、この一般人たちが今急増していてですね、めちゃくちゃですね、金を稼いでるんですね。今回の動画はですね、一体ですね、どれくらいのお金がどういうシステムで発生しているのかっていうこと、そしてその人たちはどういう動画をどういう風に撮影しているのかっていうこと、そしてですね、その結果ですね、今後 AV 業界がですね、絶滅するのではないかなんていう話もあるんで、その辺も踏まえた上でですね、ちょっといろいろと実態を話していきたいと思います。はい。まずなんですけども、まあ、いわゆるその、まあ、僕もこういう風にやってますけど、YouTuber っていうのは、この YouTube というプラットフォームにですね、自分のオリジナルの動画を投稿して、それが再生されることによって、広告収入を得るっていうのが YouTuber ですよね。はい。でですね、まあ、実際 YouTuber っていうのは一般人の人がほとんどであり、中にはですね、その巨万の富をですね、築いている人も YouTuber でたくさんいるわけじゃないですか。ね。で、そんな中でですね、これの、いわゆるその性行為動画版っていうのが、ね、今あるんですよね。それが何かっていうと、ポルノハバーっていうね、人たちなんですね。で、このポルノハバーって何かっていうと、そのプラットフォームとしてはですね、このアダルト動画サイトのポーンハブっていうですね、これ海外のサイトなんですけども、っていうのがあるんですね。うん。で、このポーンハブというのところにですね、自分たちのその性行為の動画を投稿することによって、まさにその YouTube と一緒で再生数等で、まあ、いろいろとお金を稼いでいくっていうですね、一攫千金がね、狙えるところなんですね。で、ちなみにですね、このポーンハブっていうですね、この動画サイトがどんなところかっていうと、まあ、もともとはですね、2007年のですね、カナダの運営会社によって、まあ、サービスが始まったところなんですね。ただですね、最初の方がですね、いわゆるその既存のアダルトビデオのですね、アップロードだったりとか、まあそういったですね、こう違法性の高いサイトっていう感じだったんですよね。まあしかしなんですけども、その2020年にですね、まあ方向転換をしてですね、違法アップロードだったりとか、あとこう自動ポルノとかも結構投稿されたらしいんですけど、それがガンガン消されたらしいんですね。はい。まあ多分今でもですね、多少なりとは残ってると思うんですけども、まあ見つけ次第消していくっていう感じになったんでしょうね。で、それと同時にですね、いわゆるそのね、違法アップロードなんじゃなくとかじゃなくて、自分たちで撮影したものを個人が載せていくっていう時代にですね、このポーンハブがですね、入っていったんですね。で、その結果、そのポーンハブで動画を投稿する一般人のことを、このポルノハバーっていうようにね、言われるようになったわけなんですね。はい。でですね、はい。まあ、基本的にどういうビジネスモデルかって話なんですけど、言ったんですけども、先ほど言った通りですね、だいたい1再生にあたりですね、まあ、広告料が入ってくるんですけど、これがですね、だいたい 0.5 円から 0.7 円の広告収入っていう感じになってるんですね。で、ちなみにですね、これ YouTuber 目線から言わせてもらいますと、0.5 円から 0.7 円っていうのはですね、結構広告料としては高いっていうふうに言えると思います。はい。まあ、おそらくですけども、そのアダルト動画って3分とか5分くらいの短いものじゃなくて、まあ、大体ですよ、性行為なわけですから、普通に考えて30分とか下手したら1時間くらいあると思うんで、って考えると、まあ、これくらい高くなるも当然かなっていうふうに思います。で、さらにですね、これね、プラスアルファの稼ぎ方として、有料会員制のファンクラブサイトをそこで立ち上げることができるんですね。うん。まあ、つまり、その中ではですね、さらに過激な性行為動画がですね、まあ、言ってみたらですね、性行為動画がですね、その中で見れるみたいな感じになってるんですね。まあ、例えばなんですけども、トップクラスに今人気のですね、トップポルノハバーの人はですね、月額2000円程度のファンクラブサイトを持っていて、会員が10万人以上でいてですね、月収が1000万円を超えることもザラにあるっていう話なんですね。で、ちなみになんですけど、これ見てる人がですね、海外の人もめちゃくちゃ多いみたいです。はい。下手したら海外の人が多いんじゃないかっていうね、言われてるくらいらしいですね。はい。で、ちなみになんですけども、さらに、うん、この中でですね、今めちゃくちゃ人気なですね、動画の総再生数が9000万回を超えるですね、ポルノハバーの日本人の人で言うと、この M ユミカップルっていう二人がいるんですね。M ユミカップル。はい。で、これね、ですね、男性がド M っていう名前でやっていて、女性があゆみさんっていうこと二人ですね。で、カップルらしいんですよ、本当の。で、二人ともですね、まだ20代前半なんですね。はい。で、この二人はですね、現在どれくらい稼いでるかっていうとですね、平均月収がですね、まあ大体1000万円くらいあって、最高月収がですね、2500万円。だったみたいですね。で、今でもですね、週1回ペースでなんと動画を投稿してるみたいですね。だから週1回ペースで動画を投稿するだけで、月収2500万って言ったら、まあなかなかですよね。まあ、ちなみにですね、このね、お給料に関しては2人で完全に折半して、折半の方をしてるみたいですね。はい。まあ、だから下手したらこれ1年2年かね、これをやるだけで一生暮らせるくらいの金が手に入って、スパッとそれでやめちゃうっていうのもですね、1個の手なのかも、知れませんね。はい。で、ちなみになんですけど、トップ
ップで言うとこれぐらいなんですけど、じゃあ一般の女性ですね、本当に一般の素人女性が一人で、いわゆるその自分一人でする行為を投稿するみたいな、それくらいのことをしてもですね、だいたい月30万円くらい稼ぐケースはですね、ザラにあるみたいですね。はい。まあ、だからそう考えると、これ YouTube でですよ、皆さん。ちなみに30万円稼ぐってなかなか大変なんで、そう考えるとですね、ポルノハバーの方が、まあ、30万いく率で考えると全然いい可能性もありますね。はい。で、ちなみになんですけど、どういう感じで撮影してるかっていうとですね、まず基本的にですね、マスクをつけてるみたいです。マスク。ね。はい。さっき言ったこのね、トップポルノハバー、ポルノハバーのですね、この二人もですね、基本的にマスクをして性行為をしてるんですね。だから顔を全部見せる必要はないんですよ。で、もっと言うと、完全に顔を隠してですね、そういう性行為をして、それで配信してお金を儲けてる人もいるみたいです。で、さらに言うと撮影ですよね。うん。撮影なんですけども、これは単純にですね、スマホだったりとか、固定のカメラ、三脚を立てカメラを置いとくみたいな感じで、結構ですね、こうね、簡素なね、撮り方をしてるみたいですね。いわゆるその AV とかで言うと、こう、照明とかバンバン焚いて、専用のカメラマンさんがこうね、ちゃんと撮ってくれるわけですけど、もうそんなんじゃなくて、というね。はい。だから結構ね、形としては本当にそのリアリティある感じっていうんですか、それがですね、魅力なのかもしれないですね。こう、AV みたいな一個の作品というよりも、ただのこう、男女カップルとかが、ただただその性行為をしているところをこうね、撮ってるみたいな、いわゆるそのハメ撮りみたいな、なんかそういう感じがですね、魅力的な部分なのかも、知れません。はい。というわけでですね、現在ですね、このポルノハバーっていう人たちがですね、ガンガン増えてきてるっていうのが現状で、まあ、YouTube よりもポルノハバーの時代だみたいな感じになりつつあるわけなんですけども、じゃあその結果ですね、今ね、結構ね、注目されているのが、じゃあこれ AV 業界どうなっちゃうのって話なんですね。うん。こんな人たちが現れたら AV 業界が衰退したんじゃないのかなって言われてるんですけど、確かにその可能性はあるんですよね。というのはなんでかっていうと、いわゆるですよ。いわゆるその AV 業界もこのね、ポルノハバーも共通してるところは何かっていうと、自分の性行為を動画にして、それでお金を儲けるっていう点で言うと、これ一緒なわけですよ。ね。ってなった時に、これから先ですよ。これから先女性が自分の性行為を世の中に見せてお金を得ようってなった時に、そう、AV 女優よりもポルノハバーを選ぶ可能性が高くなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。なぜならば、その AV 女優っていうのはやっぱりね、まあ、なってもね、まあ、お金なんてもらえる金額なんてピンキリですし、はい。で、さらに言うと、世の中にものすごくその作品で残っちゃいますから、顔バレする可能性があるわけですよ。ね。で、対して、ポルノハバーの方が、そのね、30万とか50万くらいだったら、AV 女優になるよりはですね、まあ、言ってみたらですね、完全に稼ぎやすいと思いますし、何よりマスクとかしていいわけですから、顔を全部晒す必要もないわけなんですよね。はい。で、もっと言うと、最悪ですよ、皆さん。最悪、もうね、自分のその動画をですね、世に出したくないと思ったら、自分のチャンネルとこさえ、チャンネルとかをですね、削除さえしてしまえば、それで済むわけですよ。ね、AV の場合だと、ね、自分が辞めた後もその作品が世の中に残り続けたりとか、誰かの手元に残り続けたりする可能性はあるわけですよね。うん。まあだから、そう考えるとですよ。そう考えると僕としてはですね、どうせ自分の性行為を見せてお金を稼ごうっていう人だったら、あらゆる点、あらゆる面で考えてですね、ポルノハバーの方が僕としてはですね、なんかこうリスクも低いし、稼ぎやすいし、いいんじゃないかなって思っちゃうんですね。ってなってくると、今後ですね、僕が思うのは、その AV 女優になるよりも、ポルノハバーになりたいっていう女性の方が増えてきて、ちょっとこう AV 業界全体が衰退していくっていう可能性は、なんか大いにあるのかなっていうふうに僕は思っちゃいましたね。はい。まあ何にせよですね、ポルノハバーこれから先どんどんですね、増えていくと思います。というわけでですね、今日はコメントでありますか。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね。コメントでありましたら、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。